牛さん、これからスナック行くの？行くなら一緒に入ろうよ。ちょっと聞いてほしい話もあるし。いいぜ、行くか。そうこなくっちゃ。それで聞いてほしい話ってのは何なんだ？聞いてほしい話？ママってさ、小さい頃どんな子だった？え？どうしたの急に。そうね、私は歌手に憧れる女の子だったな。おう、お、いいね、歌手か。なんだかママっぽいや。でしょ、スポットライトに照らされて大勢の前で歌うの憧れてたな。そういうの素敵でしょ。そうだな。でもそしたらなんでこんなとこでママやってんのよ。こんなとこって？そりゃあできることならそうしたかったけど、オーディションとか怖くてね。私って結構シャイじゃない？ん？ちょ、何よその反応は。打ち合わせでもしたの？いや、打ち合わせしなくてもこうなるよ。確かにな。ママがシャイって初めて聞いたよ。ママは、ママは元気で堂々としてるイメージだよな。まあそんなママと話すのが楽しいからこの店に来てるんだけどね。何よ、泣かせてくれるじゃないので、それはそれとして置いといて。持ち上げておいて何なの。まあいいわ。それでなんでいきなり子供の頃の話？実はこれから小学校の同窓会があるんすよ。それでみんな子供の頃どんなだったのかなと。なんだ、そういうことか。なるほどな。同窓会とか私は行ったことないな。まあ楽しんできなさいな。ってそれならこんなとこいないで早く行きなさいよ。いや、まだ時間あるんで大丈夫っすよ。それに実は行こうか悩んでるんすよね。なんでだ？当時好きだった人が変わってたら嫌だなって思っちゃって。あら、でもそれは秋吉くんにだって言えることじゃない？確かにな。だね、同じく老けた自分のこと棚にあげて何言ってんだよ。別に俺の変化にショック受ける人なんていないっすよ。そんなことねえよ。案外モテてたかもしれないわよ。嬉しいこと言ってくれるじゃないっすか。案外って引っかかるけど。それで結局行くのかい？どうなんだ。まあ内心は行きたいんですけどね。思い出と現実のせめぎ合いと言いますか。何わけのわからねえこと言ってんだ。だいたいあんた今年30だろ。同い年ならまだ若いじゃねえか。そうだな。まだまだピチピチと言える年ね。若い若い。まあまあ、それ自分に言い聞かせてない？あ？いや違うんすよ。もうあの人はピチピチなんかじゃ。なんでそんなことわかるんだよ。だって僕の憧れだった人は担任の先生なんで。ああ、そっちか。まあなんというか、経験豊富な大人もいいもんだぜ。確かにね。そういえば去年外国人野球選手が友達の母親と結婚してたよな。おう。あら、なんだか希望が湧いてくる話ね、秋吉くん。え？どの辺が？やっぱ男も女もくっつくのに大切なのはフィーリングなんだよ。いつも年や外見に惑わされるなって言ってただろう。いや、初耳っすけど。っていうか何の関係が？年の差なんてさまつな問題ってことよ。よし、今日は秋吉くんの前途を祝して乾杯だ。そうだな。お、新しい焼酎開けちゃう？あんたらとりあえず理由つけて飲みたいだけでしょ。バレたか。で、話戻すと、憧れの先生が年老いた姿を見たくないんだっけ？まあざっくり言うとそんな感じです。なるほどな。会ってこいよ、秋吉さん。桐生さん、なんだかんだで昔の話に花が咲いて馴染むもんだよ。そんなもんすかね。初同窓会なんで身構えすぎてたのかな。よし、決めた。俺
同窓会へ行きます。覚悟ができたようだな。でもそうなるとママもうかうかしてられねえんじゃねえのか。私がどういうこと。先生と関係が深くなったら店に来なくなるかもよ。そんなことはありえませんって。何言ってるんですか。そうなったら寂しくなるわね。売り上げ、あれ今売り上げって言った。気のせい気のせい。じゃあ秋吉くんの素敵な同窓会を願って。乾杯。じゃあ家で着替えたら同窓会行ってくるよ。ありがとうっす、桐生さん。ああ、しっかりな。あ、桐生さん。ああ。秋吉くんお財布。それなら。本当？わかった。先に秋吉さん。時間食っちまった。あれ、キリュウさん。俺。ああ、忘れ。あんた。いや、実は俺。ほう。ええ。でも結果は地区予選敗。せっかく先生が見に来てくれた試合だったのに。そんなこと。だからさっき年を取って変わってしまった先生。それ以上に高校野球でてっぺん取って、結局田舎町でうだつの上がらないリーマンで、こんな教え子の。あんた。え？その教師は幸せ。きっとあんたが大事にして。そう。あんたがさよなら打たれて負けたことよりも。まあ、なんだか説得力あるな、桐生さん。じゃあ俺ちょっと行って。ああ、野球はチームプレーだ。そんなこと。はい。初乗り。それでは出発いたします。そうですか。またよろしくお願いしますね。おいお前。お、それなら。おお、臭い。何？ああ、そうだ。寿司くれたら。
らっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。スナック砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介？このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のこと誰かな？広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あーた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た。そうか。いいえ、どういたしまして。時間食っちまった。人ん家の庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら、広瀬のじいさんに話があっての。あんた、じいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。本家若頭のあんたなら知ってるよな。ふん、とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。行くで、キリュウ。うっ、
だ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやっさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村はるかって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで沢村のこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの辰川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。